はい、本日は、ですね、多数の並列セッションがある中、本セッションを聴講として選んでいただき、誠にありがとうございます。本日は、マルチハイパーバイザー環境の実現に向けた構築ノウハウの課題共有と題しまして、日立製作所の阿口と為重が発表させていただきます。よろしくお願いします。で、まず、本日の、発表の構成にはこうなっております。まず背景とオープンスタックのマルチハイパーバイザー機能の概要と、あとは事例1に関して私から発表を行い、事例2の方を為重の方から発表いたします。まず背景からです。まず軽く、弊社日立製作所についてご紹介いたします。日立製作所は、多岐にわたる分野で、ビジネスを展開しており、そのうち情報通信システム部門は、大体約20%ぐらいの売上高になっています。で、その情報システム部門の中でも、売上構成を見ますと、金融、公共、産業、通信、社会インフラ等々ありますが、金融が比較的多い。で、売上構成は国内、海外の内訳では日本が約6割、7割となっています。で、続きましてオープンスタック関連市場についてですが、エンジニアの求人の急増とか、パッチ数の増、投稿数の増、急増、関連イベント、こういったイベントの参加数の増加という背景から、オープンスタック関連市場というのは、拡大傾向にあるのではないかなと思っています。で、そのような状況の中、お客様の業種に問わず、弊社への問い合わせも増加傾向にあります。で、本セッションでは、その先ほど述べたように、比較的問い合わせの多い金融の分野での、システムに高い信頼性、安定性が求められるんですが、そのような金融系の業種向けの取り組みと、あとは業種に問わずニーズの高い、既存の仮想化環境からの移行の取り組みの2種類のプライベートクラウドの構築事例についてお話しいたします。続いて背景、マルチハイパーバイザー機能についてです。まずプライベートクラウドに関するユーザーの課題ですが、例えばシステムの利用者ですね、そっちの方は、Amazon の AWS のように、すぐに VM を使いたい、でもスピードとか柔軟性を重視するというようなニーズがあります。またシステム管理者の方については、マルチベンダーのハードの運用管理を簡単にして、ベンダーロックインを回避したり、自動化を推進したい、またさらに IT コストの削減、今も頑張ってるんですが、さらに削減したいというコスト削減をしたいというような課題があります。で、一方、オープンスタックの特徴ですが、そういったニーズを対応できる特徴があるのではないかなと考えています。例えば、AWS に似たクラウドを構築できて、スピードを速められるとか、マルチベンダーを意識せずに機器を管理できる、あとはマルチハイパーバイザーに対応しているということで、コスト削減につながったり、あとはオープンなクラウド技術なので、ベンダーロックインを回避できる。あとは多数の企業が開発に貢献しており、開発が早く新機能をどんどん使えると、こういった特徴があります。で、今回はその中でマルチハイパーバイザーに焦点を絞って説明します。で、オープンスタックのマルチハイパーバイザー対応なんですが、確か、午前中のキーノートでも、VM とか Docker とかいろんなワークロードを、一つのプラットフォームで管理していくのが重要だっていうことはあったと思うんですが、実際マルチハイパーバイザーの機能はオープンスタックのコミュニティでも活発に、開発が進んでいます。例えば、これは、ちょっと詳細なんですが、KVM に関しては、ほぼ全ての機能に対応している。これはスタンダードなので当たり前で、そうになっていますと。で、他に関しては VMware とか Hyper-V、 全ベアメタル Docker というものがありまして、それは一部の機能が対応しています。で、そのメリット、ハイパーバイザーを、マルチハイパーバイザーのメリットなんですが、ハイパーバイザーをコモディティ化することによって、業務の SLA や費用に応じて適切なハイパーバイザーを選択して、コストの最適化を図ることができる。
といったことがあると思います。例えばテスト環境とかあまりコストをかけたくないところは KVM で十分だったり、あとはまあウェブ3階層システムを作りたいっていうというような時は、いやウェブやアプリケーションを KVM や VMware の仮想環境に載せて、まあ高性能が求められる DB 関連のサーバーはベアメタルで作るといったことがあると思います。で本セッションでは、まあ、その中でも KVM と VMware とベアメタルのところに焦点を絞っていきます。で事例1です。事例1に関しては先ほど述べたように、まあ、金融系の業種の向けた、システム構築です。でそういった方々からのニーズなんですが、まあ、まずは仮想物理環境混在、まあ、マルチハイパーですねのシステムを実現して幅広いワークロードに対応して、まあ、コストを下げたいと。また、既存のシステムに、求められている高信頼とか高可用性を、まあ、オープンスタックを適用した後もそういったものはまあ維持したいと、そういった要望がまあありますと。例えば単一障害によりシステムダウンタイムのダウンの回避のための上場化構成だったり、障害発生時の確実な障害検知、まあ、こういったユーズがあります。でこういった要望を満たすために実際にシステムを作ってみましたと。でまあ、これがまあざっとシステムの概要なんですが、まあこれちょっとスライドには書いてないんですが、レロ OSP7、まあ、キロベースのレロ OSP7 で作ってみました。で特徴としては、その仮想物理の混在環境で運用を簡単にするためのポータルサーバー、あとはオープンスタックのみでは検知できない障害を監視するために外から監視サーバーを立てて監視する。であとはまあ高可用性としては、まあ、もうコントローラーのエッジとかは当たり前だと思うんですけど、まあ、そういったものも取り入れて、まあこのまあ、まあ、あとはポータルサーバーなんかもエッジ組んだりして、まあ、ノード上長化すると。あとはですね、単一障害でシステムダウンを回避したいっていうのがあるので、ネットワークとか FC のパスは全て上長化して、まあシングルポイントオブフェイラーを、まあ、起こさないと。そういったことを、まあ重視して作っていますと。でもこういったシステムをまあ作ってはみたんですが、今回はそれを構築するためのまあポイントみたいなものを簡単ですが、まあ、4点紹介します。まあ、1点目はデプロイするイメージの管理とか作成方法で、2つ目は、まあ仮想サーバー上の VM と物理サーバー間の通信のための柔軟なネットワーク構成をどうやって組むのかっていったこと、あとはポータルサーバーのまあ構築のポイントと、あとは監視サーバーでの監視のポイントについて説明をいたします。ちょっとまあ最初にちょっと前段が長くなってますが、まずちょっと最初に、KVM はほぼ全ての機能ができていて、まあ、ベアメタルとか他のハイパーバイザーは一部の機能が実現しているということを先ほどのスライドで述べたんですが、まあ、ちょっと詳細に書いてみますと、例えば物理サーバーはボリュームからの起動とかスナップショットができなかったり、あとは仮想ネットワークでも、まあ、KVM はいろんな多種多様な、ネットワーク、仮想ネットワークの種類に対応していますが、物理マシンは、まあ、そのキロベースの時点では、まあ、フラットのみですと。まあ、あとはまあ、そういったことに関連してルーターが作成できなかったりっていう、まあ、こういうことがあります。でまず丸1と丸2に関しては、まあ、まずイメージの作成、管理作成と、あとはネットワークについて述べていきます。まずはイメージの管理方法ですが、イメージのからの起動をする場合は、マルチハイパーバイザー環境では、イメージのメタデータにハイパーバイザータイプっていう属性を設定して、デプロイ先が選択することが可能になります。例えば、KVM やりたかったらハイパーバイザータイプに QM ってつけたり、ベアメタルにデプロイしたかったらベアメタルにつけると。で、まあ、そういったことは、まあ、デプロイはできるんですが、全く同じ種類の OS、 例えば Rail5 と Rail5 とか Windows と Windows とか同じ種類の OS とイメージでも、この仮想マシン用とベアメタル用にそれぞれ分けて作らないといけないと。でそのため、まあ、ユーザーがイメージの選択をメニューから間違えてしまう懸念があって、まあ、使いにくい、使い勝手が悪いと。
あとはイメージを格納するための容量をハイパーバイザーごとに用意しなきゃいけないんで、まあ、それだけ容量を食ってしまうと。で、まあ、運用性に難があると。で、問題はまあ実際作ってみて分かりました。で、まあ、これ改善案で、まだ案の段階で提案してるわけじゃないんですが、まあ、そのハイパーバイザータイプって属性をですね、グランスのメタデータではなく、まあ、別の、まあ、例えばノバとか切り離してしまってあげることで、まあ、同じ種類の OS は1個です。そういうような運用ができるようになれば、まあ、使い勝手が改善されて、グランスのイメージの容量も節約できるのかなと、まあ、私は今考えています。あと次は、デプロイするイメージの作成なんですが、これは先ほどの構成図を、まあ、ちょっと仮想サーバーと物理サーバーを、拡大したんですが、まあ、これは、まあ、よくよく見てみると、まあ、デプロイ先はこの VM と物理サーバーなんですが、まあ、よく見ると VM からは、まあ、ここは物理的には二重化されてるんですが、 VM からはまあ仮想的なんで1本でよくいいというように、ネットワークの冗長性に、異なる点があったり、まあ、FC も同様ですと。で、あとは、物理サーバーに、まあ、なんか固有のデバイスがついてて、デバイスドライバーを入れなきゃいけないとかいうことがあったりすることがあるように、仮想環境と物理環境前にデプロイ先のシステム構成が異なっていると。そういうのが、まあ、細かいですが、そういうことがあります。なので構成に合わせてデプロイするイメージをカスタマイズするとか、まあ、あとはクラウドイニットとかのようなデプロイ後に設定変更を加えるような仕組みで、を導入する必要があります。で、次は、ネットワークの、問題点です。ですね、これがまあ繰り返しになりますが、 KVM だと多様な仮想ネットワークタイプに対応している一方で、物理サーバーではフラットなネットワークのみ対応しているというのは、まあ、ウェブとか調べたらそういうのはすぐ、まあ、キロのバージョンで出てきます。で、そのため、仮想物理サーバーの混在環境で、まあ、マルチハイパー組もうとすると、まあ、普通考えると、まあ、フラットしか組めないので、まあ、全部の VM と全部の物理サーバーが、まあ、全部通信できてしまうよっていうように、まあ、柔軟な、ネットワーク構成が取れませんと。で、これを解決するために、物理ネットワークスイッチのポート VLAN の機能を使うと、物理サーバーと通信可能な VLAN を設定することで、柔軟に、仮想物理環境の混在感性でネットワーク構成を構築することが可能になります。例えばこの例ですと、 VM から、仮想サーバーがつながっているところは、VLAN を2つ通すようにポートを設定してあげて、物理サーバーの方は、まあ、通したい VLAN だけ、この場合だったら10だけとか20だけっていうふうにやることで、ここの VM とここの VM を通信させたい、で、こっちとこっちを通信させたいっていうようなことが、できるようになります。次はポータルサーバーの構築ですが、これはまあ問題点としては、仮想マシンと物理サーバー、マシンに、まあ、管理機能に差があるため、ポータルからの操作が異なります。なので、まあ、ユーザーがまあ間違って仮想マシンしかできないような操作は物理マシンで選んでしまうとか、そういったことがあって使いにくいと。なので、まあ、ポータルサーバーを仮に作るときも、あらかじめ操作可能な機能のみにメニューを絞るとか、そういったような工夫をするといったことが挙げます。あと最後に監視サーバーでの監視ポイントですが、まあ、これは一般的に言われていることなんですけど、オープンスタックの監視のみでは、まあ、プロセスの静止監視だけ、ペースメーカーですと、ね、まあ、しか対応してないというのがまあ一般的だと思っています。なので、まあ、その他の API 監視とか、ハードウェアの故障とかいったようなものは、まあ、外から監視する仕組みを作ってあげないといけないと。で、例えばこの例ですと、まあ、冗長化構成を組んでいると、片パスの障害が起こると、まあ、サービス自体は落ちないで、本当にパスだけ切り替わるようなことがあると。で、そういった場合でも検知はしないといけないので、オープンスタック上では、まあ、正常に動いているように見える場合でも、ハードの監視はちゃんとしないといけない。まあ、あとはストレージの障害とかも監視しないといけないということがあります。
で、あとこれは、まあ、これはちょっとちなみになんですが、バタージュの管理機能っていうのをご紹介します。弊社はですね、バタージュといって、サーバーのリソースを論理分割する機構を持っている、まあ、そういうサーバーがありまして、それをオープンスラックスタックと連携して管理するっていうことを行っています。で、まあ、そこでは物理マシンの制限を一部改善していて、例えば、スナップショット、物理マシンは取れないんですけど、バタージュでは取れるといったようなことがあって、インスタンスのライフサイクル管理、デプロイ、スナップショットでバックアップ取って、またそこから上げるといったような、ライフサイクル管理が容易になっています。で、これはですね、弊社の展示ブースでデモを行っていますので、ご興味があればぜひお立ち寄りください。事例1は以上になりますので、ここから試し芸にバトンタッチします。はい、日立製作所の試し芸です。私は、日立製作所の中の R&D、 研究開発本部というところに属してまして、またOSS テクノロジーラボラトリーという、まあ、組織にも属していて、まあ、そこで OSS の利活用というところを、中心にやってます。研究開発しています。で、こちら、次からは VMware と連携して OpenStack どういうふうに使っていくのというところについてお話ししたいと思っています。で、まず背景なんですけれども、多くの企業の方が、ユーザーの方々がサーバーコンソール目的に VMware 社の、まあ、vSphere を導入されていて、で、既存のオンプレミスの環境から仮想化を使ってコスト削減というのを実現されています。で、これによって物理サーバーの台数が圧縮されて、物理サーバーの管理コストは横ばいになっているんですけれども、仮想サーバーの台数がバッと増えちゃったので、仮想サーバーの管理コストが上昇していますと。で、この管理サーバーのコストを下げたいというところがまずモチベーションとしてありますと。で、まあ、それで、この VMware 社の、まあ、ここの vSphere を使っていろいろサーバーコンソールした結果、まあ、そこにたくさん投資をされているわけですね。ユーザーの方々は投資されているわけです。で、その資産の島がたくさんできていて、で、仮想化からクラウド、運用コストを下げたいということで、仮想化からクラウドへといったときに、そこの投資したものを有効活用した上でクラウドに行きたいというモチベーションが必ずあるはずだというふうに思っていて、で、ここで出てくるオープンスタック使ってみたいという、まあ、お客様のニーズもありますので、そことを連携させて、その資産を有効活用した上でオープンスタックを使って、クラウド環境へ持っていくというところを実現するという必要が出てくるというふうに考えています。で、この仮想化だけ使っている状態だと、こう V センターと ESXi でこれだけなんですね。で、これにプラスオープンスタック、まあ、隣のやつ、オープンスタック乗っけただけで、これ何ができるかっていう と、まあ、言っちゃうとフラットなネットワークになるんで、社内運用とかですね、シングルテナントで運用するような、クラウドっていう、プライベートクラウドに向いているというふうに考えています。で、これにプラス NSX とかっていうそのネットワークの仮想化を加えることによってマルチテナント対応できるんで、それは、例えばサービサーの方が使うクラウドっていうのに対応していくのかなというふうに考えています。で、このまず仮想化の時期からオープンスタックを使ってクラウドっていうのにどんどん行くんですけど、まず VMware の島に、オープンスタックをかぶせて移行初期というところがあって、まず移行しますと。で、次にマルチハイパーバイザーの環境ということで KVM と VMware でオープンスタック使った環境で、最終的に移行完了期ということで KVM、 フル KVM 使ってオープンスタックの環境というふうな、こうステップを踏んでいくというふうに考えます。で、このジャンプして
最終 の, その移行完了期に行くっていうのはなかなかコストが高くて、CAM から VMDK とか、VMDK から CAM か、V2V だとかですね、新規構築といったコストがなかなかかかるので、ここはジャンプはなかなか難しいのかなというふうに睨んでます。なのでこうステップを踏んでいくと。でここで注目するところとしては、ここで終わる人もいるんですね、ここで止まる人もいるんですね。だからそれぞれのソリューションを持つ必要があるというところが一つ気づきかなと思っています。でこのこれも、移行初期っていうのを最初に先ほどお話ししたんですけども、これってオープンスタックをパッと乗っけるだけってできるかって、そういうわけでもなくて、既存の VM をオープンスタック環境へ取り込んであげるとかっていうところの移行の、手間がかかると。それもどうやってやったらいいかというところのソリューション立てが必要です。で、そういう課題があるんですけども、ここのここっていうのはそもそも先ほどから述べている移行初期、いや仮想化の投資を生かしつつクラウドへ移行していく期間と定義していて、でここは、オープンスタックのノウハウをお持ちでないユーザーの方々に、ベンダーやディストリビューターがここをアシストしてあげる必要があるというふうに考えています。でこれが先ほど来から述べている VMware 連携ということになります。あとですね、次の状態として移行中期というのを定義してましたけども、これは VMware と KVM が混在するような環境ですね。でこういうマルチハイパーバイザーのサポートっていうのが必要になってきて、ここでは異なるハイパーバイザーっていうのが課題として、ネットワークとボリュームの扱いが変わると書いてますけど、ニュートロン診断ドライバーのところですね、それぞれドライバーが違ってくるんで、そこをどうやって共存させるかというところが課題になってきます。で、今日はマルチハイパーバイザーっていうあのタイトルにあったんですけれども、さっきからベアの話だとかっていうのを、してますし、この VMware のところの島をどうやって連携させていくかっていうところについての気づきをまずあのお話をこの場ではさせていただこうかなと思っています。で、この移行初期っていうところのものをまず仮想化の環境を作ってコンソリしました。で、オープンスタックの環境を組んで、でクラウド運用活用、クラウドの運用をしますと。で、こうするとここの構成 DB のところを同期してあげないと、持っていってあげないといけないんですね。あの VM の情報を こちらの方に持っていってあげないといけないとかっていう問題があります。で KVM と先ほど来からありました KVM と比較っていうところを見てみると、ハッチングしてあるところ の, あのイメージから作成、ボリュームから作成といったところ、ここで、初回起動時に非常に時間がかかるというところが見えてきました。であとですね、まあ、ちょっとここでは網掛けしてないんですけど、スナップショットの採取が数十分なんですね。これはあの初回起動デプロイの時にちょっと止まる、あちょっと遅いっていうだけじゃなくて、スナップショットを取るごとに、止まっちゃうんですね。これはこれで問題なんですけれども、こちらは気づきは一応 こちらの方で改善する方法を使って、こちらもちょっと早くするだとか、例えば、まあここは KVM も一緒なんですけれども、ストレージ側にオフロードしてストレージ側の機能を使って早く、スナップショットを取るということが、できると。でこの話戻しまして、初回起動に10分以上かかるというところで、キーストーンのトークンの有効期限を適切に設定してないとエクスパイアしちゃって、失敗するというのがあるんで、まあ、ここは対策として、何もやらないで、する場合には、こういう対策が必要になります。で先ほどの10分10分強かかるというところの、まあ、ちょっとどういったことが裏で行われているかということを説明しますと、イメージの転送をグランスからノバで、ノバがノバコンピュートが、グランスからイメージ引っ張ってきて、でその右から左へ、ノバから V センターにポイ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 投げていくというような流れになります。
で、この流れはそうなんですけど、この1回やるごとに10ミリセック止まるんですね。で、10ミリセック止まってまた64キロバイトごと転送していくというような作りになっていて、これなんでかっていうと、この V センターとノバコンピュートに負荷をかけない、ここの CPU の張り付きっていうのを抑える、負荷が高くなっちゃって、ここが動かなくなると他の人に迷惑かかっちゃうんで、ここの負荷を抑えるためにだと思われるんですけれども、10ミリセックのスリップが入るようになってます。で、これが入ることによって、単純計算ですね、この6.4メガキロバイトパーセックで、ここはサチっちゃう、ここの、スピードがサチっちゃうということがあります。で、そこが遅い。で、あとですね、ここ、vSphere の中でも、コピーして、ディスクのタイプを、スパースからフラットに変換して、で、メタデータ作って、ESX、vSphere が食える形の、イメージに変換してやるっていうことが必要で、そこのコピーがはかかっていると。この2つ、1、2、3ですね、3点ですね、ここで時間がかかっているということが分かりました。で、これを、こういう問題があるので、そうするとどういうことを考えられるかというと、コピーのサイズをそもそも小さくしてやると。小さくする、先ほどコピーやってる時間かかるよっていう話をしましたんで、そのコピーを小さくする、イメージサイズを小さくすると、単純に速くなるというのはあります。ただ、これでも劇的に速くなるわけではなくて、半分ぐらいですね、時間として半分ぐらいになるぐらいで、あとはですね、イメージから新規ボリューム、操作、ホライゾンからの操作として、イメージから新規ボリュームで起動するっていう操作を選びます。で、これはコピーするときにディスク種別がシックになる操作を選んじゃうと遅くなっちゃうので、それを選ばない。で、何を言ってるかというと、シンダー経由で、コピーをしてやると、ストリームオブディバイスが使えるんで、ディスクタイプシンになります。で、こうやって圧縮してやることでコピーを早くすることができると。あとはですね、ノバの設定でリンクドクローン有効化しておくんですね。そうすると、キャッシュ作るときに、キャッシュ作っておいて、キャッシュ作った後、次に VM 作成ってやると、すぐにもう API2 つ呼んで帰って、VM 作成完了、早いんですね、5秒ぐらいです。で、こちらは提案として、さらに速くする方法として考えているのが、あらかじめイメージを転送しておくということですね。やれって言われたときに、初回起動のときだけ遅いんで、その、初回起動に相当するイメージが作成されたときに、もうイメージ転送しておくということですね。あとは、V センターをバイパスするっていうことができて、そういうこと、ESXi に直接流し込むっていうこともできます。そうすることによって早くできるというふうに考えています。で、あとはですね、チューニングのポイントとしては、ホライゾンのコンソール表示ができないというところは、ちゃんと、ファイアウォールだとか VNC の設定をしましょうというところがあります。あとは VM インスタンスのオン中のボリュームアタッチは、アダプタータイプを適切に設定することで、ちゃんとアタッチをすることができます。で、テナントネットワークですね、先ほどちょっと触れましたけど、NSX だとか、あと、ノバのネットワークを使うことで VLAN 使えるんで、そうすると、VLAN 使ったマルチテナンシーっていうのが実現できるということになります。で、まとめます。仮想化からクラウドへ移行する場合に移行期があります。で、VMware 連携というのが必要になりますということですね。で、あと、オープンスタックの VMware 連携に関して、仮想化からすぐ移行できる、仮想化のソリューションがすぐに移行できるものとして、フラットネットワークの社内運用というのがあるというのをお話ししました。あと、ホライゾンからの操作を比較したところ、KVM の利用と、VM 連携の操作では、おおむね同等の結果を得ています。
で、インスタンスの起動に関しては、初回に10分、すみません、数十分で書いてますね、10分ですね、10分強です。10分強かかりますが、これはイメージ転送のスループットが低いことと、キャッシュを作るためのコピー操作に時間かかっているということをお話しました。最後にコピーのサイズを小さくするか、あらかじめイメージ転送を完了しておくことで、初回のインスタンス起動が高速化できるということをお話ししました。で、こうすることによって、VMware を使って、オープンスタック環境でクラウド構築ということが、できるようになります。で、事例2の方は以上でして、これで本発表を終わります。ありがとうございました。何か質問がある方がいれば、お答えします。バターアジュと連携してっていうところを少しお話しされてたかと思うんですけど、具体的にどのような形で連携されていたかというのをもう少し教えていただけると。バターアジュ自体はご存知でしょう日立様の、エルパーのか。あ、そうですテクね。ノロジー。なので、インスタンス、エルパー一個一個をオープンスタックからインスタンスとしてみて、捨てていて、オープンスタックからのインスタンス作成っていう操作で、もうエルパーを切り出して、ボリュームをくっつけてブートするっていうところまでをやるっていう。で、ノバのブートコノバマンのドを実ブー行すト、ると、バタージュの。そうですね。そうなんそうですいったね。ことを、あとは消したりバックアップ取ったりっていうのもライフサイクル管理で回せるっていうところを、やっています。で、実際に動いているデモが展示でありますので、詳しいところは展示の方に行っていただけるとより詳細にご説明できると思います。ありがとうございます。質問がなければ、じゃあ終わりたいと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。